はい、皆さんお疲れ様です。こまめです。今日はですね、最近ことあるごとに話題になるんですけれども、誹謗中傷の話題ですね。フワちゃんの話もですね、この前もあったんですけども、今日はですね、この誹謗中傷の件についてですね、私の考えをこの好き勝手にしゃべくっていきたいと思うんですけれども、私もね、結構誹謗中傷やってますからね、やばいかもしれないなっていうところなんですけども、この増税クソメガネとかですね、この息の呼吸とか、脳みそレジ袋かよとかですね、政治家に対してはですね、権力者というかですね、結構これに対してはですね、また少し違うのかもしれないんですけれども、といってもですね、法律でね、明確にその権力者に対しては誹謗中傷していいですよなんていう、法律ないですからですね、その辺はね、ちょっとどうかなというところなんですけども、ちょうどですね、昨日牧原秀樹さんっていう、国会議員の方がですね、法務大臣に選ばれたんですけれども、選挙が近いっていうことがあってですね、この人の批判がですね、この誹謗中傷の件についてなんですけど、この人の批判がですね、結構相次いでます。で、ちょっとね、ちらっとだけ見てみたいと思うんですけれども、このオリンピック選手に対してですね、パリ五輪ですね、パリオリンピックの選手に対して誹謗中傷があったんですけれども、これに対してですね、この全員逮捕すべきだとかですね、そうできないんであれば法律を変えてもいいとか、そんなことをちょっと言ってかなり批判を浴びてるんですけれども、この人の話もね、ちょっと後で触れたいとは思うんですけど、政治家とか権力者に対してはですね、ちょっと誹謗中傷どうなのかっていう話題なんですけれども、で、そういったこともあってですね、ちょっと誹謗中傷っていうものについて触れていきたいんですけれども、で、今回ですね、ちょっと私がこの、話をしようと思ったのがですね、誹謗中傷ビジネスっていうのがですね、この成り立つのかどうかっていう、というか、やってるやつがいるのかどうかっていうところなんですけども、最近ね、私配信動画をですね、よく見るようになったんですけども、意外と面白いですよね、あれね。もうついついがっつりこう見てしまうんですけども、そんな中ですね、ちょっと発見したのが、ちょっと前に発見したのがですね、すごくね、こう見入ってしまいました。すっげえこう美人で、しかもちょっとですね、セクシーな感じの、お姉さんがやってらっしゃる、こう、年の頃はですね、20代後半ぐらいですからね、こう見た瞬間、ポチッとですね、こう、もう登録してしまいましたね。で、その彼女なんですけれども、ずっとね、リスナーと、リスナーというか、その視聴者ですね、とのコメントを見て、喧嘩してるんですよね。コメント書いてくれた人とですね。で、ちょっとまだね、私もね、2回しか見てないんで、あまりちょっとよくわかってないんですけどもね、本当にね、激しくやり合ってます。もうすげえなっていうぐらいこうやってるんですけども、いわゆるね、誹謗中傷してきた視聴者がいるんですけども、その内容はですね、いろいろあるんですけども、彼女ね、かなり美人なんで、そこ自体はこう突っ込まれないんですけども、性格が悪そうとかですね、この料理が下手くそそうとかですね、部屋汚そうとか、そんなんで客来るのかよと。これちなみにね、彼女は自分でこのキャバ嬢と言ってるんですけど、そのキャバクラにね、客来るのかよとかですね、そんな性格でとかですね、そんな感じのやつとか、あと親のしつけが悪いとかですね、犬飼ってらっしゃるんですけども、犬がかわいそうとかですね、ちょっといろいろね、結構言われてるんですけれども、それに対してですね、彼女が反発してるんですよ。で、お前ら貧乏人にいろいろ言われる文句は、筋合いはないとかですね。どうせお前ら家族も友達もいなくて暇だろうからこんなところ粘着してるんだろうとか、飲みに行きたいとかですね、帰った人に対して、無理無理も来なくていいと。どうせ金なんて払えねえだろうと、最低10万だぞと、払えるのかよとお前らにとか、付き合いたいとかですね、帰った人に関してはですね、お前と住んでる世界が違うんだと、実生活では絶対会うことがないとかですね、しまいにはですね、こう、アイテム投げないやつはもうさっさと消えろとか、タダ見するんじゃねえよとかですね。そんな感じでですね、視聴者とバチバチなんですけども、で、私ね、このお互い様だなっていう感じもするんですけれども、一方的にね、こう言われ続けたりするとですね、この配信者のこと、もう伝家の宝刀を抜きます。じゃんじゃん煽ってどうぞと、私ブロックしませんからと、誹謗中傷を否定している人たち全員、開示請求して慰謝料請求しますからね、あなたたち何十万っていう慰謝料払いますかとかですね、
明日病院に行って診断書取ってきますからとか、もう私仕事できないからその分の慰謝料請求しますとかですね、まあ、そんなことを言っててですね、あと弁護士、私弁護士の知り合いいるからとかですね、そんなことを出した途端にこう何も言わなくなったら、弁護士の名前出した途端にこう何も言わないの、どうしたのみたいなことでですね、煽ったりとかまして、なかなかね面白かったんで、面白いんですけれども、まあ、こんな感じでですね、いろいろ展開されてるんですけども、まあ、私の印象なんですけども、この配信者の発言だけ聞くとですね、じゃんじゃん誹謗中傷を煽ってですね、それを訴えてたくさんお金もらえるから訴えてよと、じゃんじゃん誹謗中傷してよというふうにしか聞こえないんですけれども、これがねもし成り立つんであれば、まさに誹謗中傷ビジネスっていうことになるのかなと思いました。ただね、実際ねこの子がそれがちょっとできるとはちょっと思えなくてですね、まあなぜこの自分から煽ってますからね、慰謝料ってもう精神的な被害 の, 損害賠償ですから、まあ自分で煽っといてですね、まあ煽って本人が煽ってないっていうかもしれないんですけども、まあ見た感じね煽ってますから、でこの状況でちょっと慰謝料取るのはやや難しいかなという気もしてましたし、まあちょっとまだ2回しか見てないんで何とも言えないんですけども、もうむしろねそういった芸風の配信じゃねえかとも思ってしまいましたよね。その視聴者に誹謗中傷させて、まあさらにですねこの誹謗中傷した視聴者を叩いていくみたいな、本当ね2時間3時間延々と丁寧にですねこの誹謗中傷してきた人に答えてますからね、このザバッと配信切るっていう手もあったでしょうに、そこやらなかったってとこ考えるとやっぱりちょっと芸風なのかなともちょっと思ってしまったんですけどね、まあ、すごいね人気のあるこの方配信者さんだったんですけども、まあそれはねいいとして、で実際ねじゃあ本当に誹謗中傷の慰謝料を、まあ、でその、まあ、ビジネスとしてやっていけてる人がいるのかどうかいないのかで、まあ、果たしてですねそれ物理的にそれが、まあ、可能、物理的というか、まあ、それが実際可能なのかどうかっていうのをですね少し調べてみたんですけども、まずこのやっやってる人っていうのをですねこのなかなか探し出すことはできませんでした。まあ当たり前なんですけれども、本来ね損害賠償なんでビジネスとして成り立ってはいけないんですよね。要はプラスになってはいけないんです。まあ実際的にプラスになることはあるかもしれない、お金がねプラスになることはあるかもしれないんですけども、あくまでもその精神的な損害との相殺としての慰謝料なんで、まあ、その辺はねそのビジネスとして成り立つということはやっぱりあってはいけないものなんですけども、ただ、まあ、もしね仮にいたとしてもこれをね公のネットに晒す人はまあいないでしょうから、まあ、その辺もあってねこう探し出すことはできなかったのかなという気はしますね。であと、まあ、ただですね開示請求をしたって訴えて多額の賠償金をもらったとかっていう人は実際存在するんです。で、まあ、実際ねこれは実害が存在してるみたいなんで、その分ね精神的な被害に加えていろいろ何百万とかですねもらった、実際の損害もですねお金の損害もあったんでもらったっていうところなんですけれども、まあ、こういった人もいますし、中にはですね本当配信者なのかちょっと忘れたんですけれども、誹謗中傷をたくさんされた上 でその人たちをたくさん訴えたっていう人もいたんです。で、まあ、これもねちょっとね金額とか、まあ、実際どのぐらい費用がかかったのかとか、まあ、結果がねちょっとしっかりは示されてなかったんでちょっとわからないんですけども、まあ、こういった誹謗中傷ビジネスちょっと可能なのかどうかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。少し調べてみました。で誹謗中傷、開示請求したら儲かるのかっていうところなんですけれども、で、まあ、視聴者にですねこのわざと誹謗中傷させて、まあ、これがわざとって見えるかどうかは別として、まあ、例えば微妙な、ね、こうことを言って誹謗中傷させるっていうのもあるでしょうし、まあ、その辺、例えばですねこのフワちゃん擁護するとかですね、まあ、そういったことで誹謗中傷をこうわざと浴びるようなこともできるからですね、まあ、そういったことをやって慰謝料請求してそれが果たしてビジネスとして成り立つのかっていうところなんですけれども、少しね詳しく見ていくと、誹謗中傷でですね慰謝料を請求できるケースっていうのが、まあ、いくつかあります。でこれね誹謗中傷って民事と刑事で分かれてるんです。で刑事はですね確かに誹謗中傷した人に対してこの罰金を払わせる
ことができる、まあ、ちょっと逮捕までできるかどうかちょっと分からないですけど、確か罰金を払わせることはできるはずなん でそういったふうに制裁を加えることはできるんですけれども、刑事で訴えてもですね、まあ、訴えた側には1円もお金入らないんで、まあ、気持ちの問題としてはいいかもしれないんですけど、まあ、実際そのビジネスって話になってくると、まあ、それは何のメリットもないんでですね。だから今回は、誹謗中傷の慰謝料、まあ民事で訴えるっていうことにコミットしてやって見ていきたいと思うんですけども、まずね、代表的なものがですね、名誉毀損です。これもちろん刑事の名誉毀損罪っていうのもあるんですけども、あくまでも民事の話ですね。でこれ何かっていうと、公の場で他人の社会的な評価を落とすような事実を適時する行為、まあ、例えばですね、例として不倫して誰々さんは不倫しているとかですね、あの人は反社とつながりがあるとかですね、例えば前科があるとかですね、そういったやつなんですね。もう事実、まあ、これね本当に事実でなくても、まあ、名誉毀損になるらしいんですけれども、これに関してはですね、慰謝料の相場が、まあ、個人の場合は10万円から50万円で、個人事業主の場合が50万円から100万円と、まあビジネスとしてやってらっしゃる方に対しては、まあ、例えば YouTuber とかもこの辺なんでしょうけどね、100万円少し高くなってます。でさっきちょっと話したですね、数百万円もらったっていう人は YouTuber さんだったんですけども、あれはね案件がなくなったとかっていうことだったんですよね。それでまあ相応の金額が認められて数百万っていう風な金額になったっていうところだったんですけども、これはね慰謝料っていうのはあくまでも心の問題なんで、まあ、実害が存在した場合っていうのはもちろんこれプラスアルファで損害賠償請求っていうのは当然できます。あくまでも名誉毀損でのその慰謝料というのがこの10万円から50万円、50万円から100万円というところですね。あと次がね侮辱っていうやつなんですけども、一見ね、まあ、似てるような感じはするんですけど少し違います。で侮辱とは第三者の名誉感情を侵害する行為を指摘します。まあ、例えばバカとかブスとかですね、キモいから死ねとかなんですけども、慰謝料相場がですね、まあ、かなり安いような気がしますね。数万円から数十万円です。でただですね、これも木村花さんですよね、テレビのプロレスラーのですね、木村花さん亡くなった事件なんですけども、ちょっといくらかちょっとわからないんですけども、亡くなりましたからですね、これ遺族に対しての慰謝料というのは多分その10万円なんていうものではないでしょうし、まあ、実際あれ刑事事件でですね捕まってますんで、まあ、かなりの額になってるとは思うんですけども、あくまでもですねやっぱり侮辱っていうものに関しては、まあ、慰謝料相場としてはかなり低いのかなっていうのがあります。でかつですね、この単発の書き込みでは請求が不可と、もう請求すらちょっと認められないような状況なんで、まあ、一発ね、なんだろう、この本当面白くないからもう消えなみたいなことを書いたぐらいでは全然ね、箸にも棒にも引っかからない、まあ、侮辱としてのその慰謝料請求はできないというぐらいやっぱり厳しい、よっぽどね粘着してしっかりくる人に対してないと難しいのかなと思いますね。まあ、続いてがですね、このプライバシーの侵害なんですけど、もうこの辺はね、誹謗中傷というかもうまあ、誹謗中傷のことが話題になる前からですね、もうしっかり話あるんでどうかなと思うんですけども、本人が公開を望まないものに関わらず個人情報や生活を公開する、これはねもう全然もう誹謗中傷の範囲をもう超えてるかなっていう気がするんですけども、これもね慰謝料的には10万円から50万円です。でこれなかなかねもうしっかり相手のことが分かってないとやれないし、もう悪意がかなり強いような気がしますよね。ちょっと侮辱とはやっぱり少し差があるのかなという気がします。あと脅迫、もうこの辺はねもう逆に誹謗中傷とも関係ねえじゃないかなと思いますよね。相手にあることをさせようと脅しつけることって、まあ、一応定義はあるんですけれども、まあ、実際ね、この辺はもう誹謗中傷どころの騒ぎじゃないのかなっていう気がします。でこれだけの、ね、数字を見ると、まあ、例えば、まあ、名誉毀損で訴えるとなるとですね、まあ、10万から50万なんで、例えば100人は無理かもしれないけど30人であれば最低の10万円でも300万かって考えるとそこそこの金額になるのかなと思うんですけれども、実際ねネットでの誹謗中傷圧倒的に多いのはやっぱりこっちの侮辱の方みたいなんで、数万円っていうところがやっぱり基本になってくるのかなと
思いますね。で、実際ね、ちょっとどうなのかっていう記事を出されてるところが、記事が出てたんですね。それちょっと見ていきたいと思うんですけれども、フライデーデジタルなんですけれども、開示請求して訴えたら儲かるは嘘、現役弁護士が語る誹謗中傷裁判は赤字になるという厳しい現実という記事が出てます。なるほど、やっぱり厳しいのかというところですよね。薬物、これ弁護士さんの話なんですけども、薬物をやっている詐欺師だ、会社が〇〇法に違反しているなど、見知らぬ男性 B から根も葉もない誹謗中傷を受け続け、刑事告訴と民事訴訟に踏み切った YouTuber の A 氏。で、これ、弁護士さんが多分喋ってると思うんですけども、そうですね、薬物や詐欺、違法、法律違反という言葉はさすがに見過ごせないですし、あまりにもしつこかったからでしょう。ツイッターでは随時、自社の担当者が B の投稿について違反報告を行っていたのですが、アカウントが凍結されたり、投稿が削除されたりしても B は何度でも復活してしまう。AAC2 は他にも複数のアンチがいましたが、さすがにこれ、B だけは何とかしたいと相談を受けました。さて、最終的に本件はどのように決着したのだろうか。まず、刑事告訴については略式起訴となり、B に科された罰金は30万円。で、民事訴訟では B に対し、A 氏に80万円の慰謝料を払うよう判決が出た。A 氏が受け取るのは慰謝料の約80万円のみである。80万円の慰謝料が、あるんであればっていうふうに一人に対してですね、思うんですけども。で、この件は開示請求に要した弁護士費用全額が認められなかったことも影響しています。事業を営むことはそれなりにリスクを伴うという点で、一般の方が誹謗中傷された場合とは判断も変わってくるのでしょう。開示請求から民事訴訟のみを行って弁護士費用がおよそ100万円。高いな。交渉による解決で100万円から150万円程度の示談金で収支がトントンとなるケースが多い、という。なんで、80万円もらってもですね、正直赤字だったんじゃないかなと思いますね。弁護士費用がなかなかですね。だから結局ね、この記事ではですね、誹謗中傷ビジネスっていうのは実際問題と成り立たないよと、むしろマイナスになっちゃうよっていう風なところがあるんですけども、私であればですね、もう少し変わって、この弁護士さんにはお願いせずにですね、少額訴訟という手があるんで、70万円までだったかなっていうのは、すみません、ちょっと金額ね、ちょっと怪しいんですけども、個人でね、簡単に少額訴訟というのが出ます。一発で判決が出る、1日裁判所に行ってからガチャガチャやればいいだけのお話のやつが、実際ね、1日じゃ全然ダメだったんですけども、そういった少額訴訟という簡単にね、裁判をできる手続きがあります。で、個人でできます。裁判さん、裁、えっと、弁護士さんも必要ないです。で、簡単とは言ってもですね、本当に簡単なわけではないんで、最初ね、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、何回かね、やれば慣れてきますんで、その辺はね、時間的にもですね、精神的にもそんなに負担にはならないかなとは思うんですけども、その辺でやればですね、なんとかマイナスにはならないのかなと思います。で、数をね、相当集めないといけないんで、誹謗中傷をたくさん受けうるだけのですね、登録者というかですね、自分を見てくれる人がやっぱりいないとダメなんで、やろうと思えばもしかしたらできる、ビジネスというのはちょっとどうかなと思うんですけども、自分の個人の人件費も含めて赤字にはならないかもしれないぐらいのものは、例えば年間500万とかですね、そういったものはもしかしたら手に入れることができるかもしれないんですけども、濡れ手に粟っていうようなビジネスには、ならないかなっていうのがですね、私の意見です。やっぱりね、これはね、もう何の犯罪でもそうなんですけれども、被害を受ける側っていうのは本当にね、やっぱ損しかないんでですね。で、これ、ほん、あ、そ、そうですよね。で、加害者がですね、誹謗中傷した人がですね、お金持ってなかったらですね、これもうやり損ですからね。
全然もう裁判所の判決で本当100万円払えて出たって、もう1円も払う能力がなかったらですね、あの加害者の方がですね、誹謗中傷した人の方がですね、これはもう丸々やり損になってしまうんで、この辺はね、やっぱり厳しいのかなっていう気はします。で、あとね、ちょっとさっき触れた、権力者、まあ、政治家についてのですね、誹謗中傷はどうよという話なんですけど、まあ、この方がね、ちょうど昨日出てきたんでですね、その話なんですけれども、で、まあ、ちょっともう一回読んでみますけども、牧原さんのですね、ツイートですね。で、今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるので、一人残らず処罰すべきだと思いますし、また、万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。で、この中で私ね、まあ、同感できるというか、そう思うのはですね、この許せませんのところだけです。実際ね、まあ、これね、ちなみにこの人本人がですね、誹謗中傷を受けたわけではないんですけれども、権力者がですね、やっぱりここまで極端なことを言ってしまうと、これね、一般の人はね、やっぱり萎縮してしまうんですよね、どうしても。で、もしこの人がオリンピック選手じゃなくてですね、国会議員に対してというふうな発言をするようになってしまったらですね、これはもう大変なことです。本当、もう中国とかロシアとかですね、その辺と変わらない国になってしまうんで、これはね、やっぱり権力者がですね、やっぱりこれを言うのはかなり問題なのかなと思いましたね。で、誹謗中傷はね、もちろん権力者とかに対してもダメだとは思うんですけれども、で、ちょっとね、いくつかやっぱり、じゃ権力者とか政治家に対しての誹謗中傷ってどうよってことで調べてはみたんですけれども、なかなかね、一般、誹謗中傷する一般の市民側からの意見っていうのはなかったんですけれども、される側からの方の意見、まあ、政治家とか権力者の人たちっていうのを結構言ってたっていうのがですね、まあ、政治家になったりするにはですね、政治家になるにはやっぱりそういったふうな批判、まあ、誹謗中傷も含めてですね、やはり甘んじて受けざるを得ないと。でなければ、やはり政治家とかにはなるべきではないと。もう表裏一体なんだと。政治家イコールどうしてもやっぱり批判を受ける、これはもう当然なんでですね、やっぱその辺はですね、やっぱり覚悟を持って、やっぱり政治家、権力者にはならないといけないんじゃないかなっていうのが、大体何人かの、まあ、政治家さんとかのですね、意見なんですけれども、これやっぱりね、どうしても、もちろん政治家に対してであってもですね、誹謗中傷はいけないとは思うんですけれども、その辺はね、やっぱり一般人とは少し違うのかなと。やっぱりね、自由に批判ができない。まあ、例えば増税クソメガネに関してもですね、これは誹謗中傷、まあ、見た目に対して文句言ってますからね、これはもう明らかに誹謗中傷なんですけれども、誹謗中傷であると同時にですね、批判でもあるんですよね。この人、まあ、あまりどうしてもですね、うまい具合に政治というかですね、政策打てなかったし、やっぱり増税したっていうイメージがですね、どうしても強いんで、だからその辺がね、やっぱりどうしても政治家に対してと一般人に対してのその誹謗中傷っていうのは少し違うんじゃないかなというのが私の意見です。もしこれが全く一緒だっていうことになればですね、この牧原さんのこのご意見っていうのが正しいということになってしまって、じゃあもう政治家に対しても一切誹謗中傷はダメだと、ちょっとでも批判したらもう即逮捕だと、ね、でもしそれができないんであれば法律を変えてでも逮捕するぞということになりかねないんでですね、ちなみに、ね、法務大臣になるんで、まあまあ批判を受けそうですよね。ただ、まあ、大臣になるぐらいなんでですね、選挙に落ちることはまずないでしょうから、これはね、本当、まあ、多分ね、野党に叩かれるんだろうなとは思うんですけれども、まあまあ、その辺ね、ちょっとどうなるかっていうのは見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。